インドの地理は多様性に富み、その景色も間接した山岳地帯、砂漠、平野、ウリン、丘陵、高原と様々である。インドはゴンドワナ大陸のインドオーストラリアプレートの北側が分離移動したインドプレート上に位置する、インドは大陸のほぼ全域を占める。インドの陸地は、ほとんどがインド洋に突き出した南アジアの半島上にあり、南西をアラビア海に。 南東をベンガル湾に区切られて 7000km の海岸線を持つ。北インド、中央インドはほぼ全域に肥沃なヒンドースターン平野が広がり、南インドのほぼ全域はデカン高原が占める。国土の西部には岩と砂のタール砂漠があり、東部と北東部の国境地帯は峻険なヒマラヤ山脈が占める。インドが主張するインド最高点は、 パキスタンと競争中のカシミール地方にある、K2 本である。確定した領土の最高点は、カンチェンチジュンが峰である。気候は、南端の赤道地帯から、ヒマラヤの鉱山地帯まで多様性に富む。インドは、北西部で、パキスタンやアフガニスタンと国境で接し、北部では中華人民共和国、ブータンネパール、東部では、ミャンマーと国境を接し、バングラデシュは、 インドの西ベンガル州と国境を隔する。インド南方の当初国家のスリランカモルジブインドネシアとは了解を接する。スリランカは狭いポーク海峡とマンガル湾でインドと隔てられる。インドは28の州と7の連邦直轄地に分割される。この行政区画は地理的条件より言語や民族による境界に根ざしている。 カンニアークマリは、インド本土の最南端である。インドは、北緯8度4部の37度6部、統計68度7部から97度25分に、一致する。陸地総面積328万7263平方キロメートルは、世界第7位である。国土の北端から南端までの距離は3214キロメートル。 東端から西端までは2 9 9 3トルである。国境線は総延長1万5 2 0 0トル海岸線は同7 5 1 7トルである。インド本土は南東側をベンガル湾、南側をインド洋、南西側をアラビア海に囲まれる。コモリン岬はインド半島の最南端にあり、ここで細くなった陸地は、 インド洋に消える。インド領の最満端は、ベンガル湾に浮かぶアンダマンニコバル諸島のインディラ岬である。インドの領海は、領土が確定した基線から12海里である。インドは28州と7連邦直轄地に分割され、州はさらに県に細分化される。各州は、選挙による議会制の政府を持つが、連邦直轄地は、 連邦政府が指名した知事が統治する。インドとパキスタンは、ジャンムーカシミール州の領有を主張し、それぞれ一部を統治している。インドはまた、中国が、実効支配するアクサイチンというラダックの一部地域の領有も主張している。一方中国は、インドのアルナーチャルプラデーシュ州の主権を主張している。地形学上インドは次の7地域に分類される。 カラコルム山脈、東西のヒマラヤ山脈など北部山岳地帯、ヒンドースターン平野タール砂漠中央高地と、デカン高原東海岸西海岸領海と東諸部、シッキムにあるヒマラヤ山脈は、世界最高峰ヒマラヤ山脈、ヒンドゥクシュ山脈、パトカイ山脈が、一つながりとなった古城の終極山脈で、ユーラシア大陸から区切られた地域が、インドア大陸である。 この山岳地帯は、ゴンドワナ大陸の一部が分離した、インドプレートが移動して、ユーラシアプレートに衝突して始まった、作り山運動により、中世代末から、高シミオにかけて形成されてきた。この山脈に連なる世界の最高峰級の山々は、冷たい季節風を遮断し、モンスーンを生じて、インドの気候を特徴づけている。この山地を水源地とする河川は、 肥沃なヒンドースターン平野を流れる。生物地理学者はこの産地を、ユーラシアのほぼ全域にわたる、温帯旧北区と、インドア大陸から東南アジアインドネシアへと続く、熱帯、アネッタイ,インドマラヤクという二大生態圏の境界と、みなしている。歴史上この山脈は侵入者にとって障壁であった。 インドには最高点の標高が1000メートルを超える山脈が次のように8つある。ヒマラヤ山脈は唯一万年雪をいただく。アラーバリー山脈、東ガーツ山脈、ヒマラヤ山脈、パトカイ山脈、ビンディア山ミ脈ク西ガーツ山脈、サトプラ山脈からコルム山脈、ヒマラヤ山脈には世界最高峰級の山々が連なる。この山脈は インド北東部で隣国との国境となる。また、ヒマラヤ山脈は、世界で最も新しい山脈にあたる。西は、ジャンムーカシミール州から、東は、アルマーチャルプラデーシュ州に至り、50万平方キロメートルの地域で標高が2500メートルを、超える。ヒマチャルプラデーシュ州、ウッタルアーカンド州、シッキム州では、 行政区域のほとんどがこの山域にあると言って良い。ヒマラヤ山脈には標高7000メートルを超える峰が多数あり、接戦はシッキム地方の6000メートルからカシュミール地方の3000メートルくらいまでと幅がある。確定したインド領の最高峰はシッキム州と隣国ネパールの国境にあるカン,チェンジュン画である。ヒマラヤ山脈の峰の多くが万年雪を冠している。 シワリク丘陵あるいは小ヒマラヤは、ヒマラヤ山脈のインド川最前衛に中低山が連なったものである。ほとんどが岩陵で山陵としては新しいため、雨季には崖崩れが頻発する。在院ヨーロッパ人の避暑地はこの一帯に多い。山麓では亜熱帯気候だが高度が上がると高山気候になる。インド東部のミャンマー国境にはパトカイ山脈がある。 この山脈は、ヒマラヤと同じ増山活動で形成された。パトカイ山脈は、円錐形の峰と急斜面、および深い谷が特徴である。この山脈はヒマラヤほどの高度はない。パトカイ山脈は、パトカイ分、ガロカシー、ジャインチア、ラッシュアイヒルズという三つの中、低山帯からなる。このうちガロカシー山脈は、メーガーラや州内にあり、 モンスーンが吹き上げる南斜面のチェラプンジンは世界で最も年間降水量が多いことで知られる。インド中央に連なるビンディア山脈、ビンディア山脈はインド中部にある総延長 1050km の中低山帯で、三方の平均標高は約3000フィートである最高113 11がメートル。この山脈はコアラーバリー山脈を作った山脂で形成されたと。 言われる。この山脈は北インドと南インドの地理的境界になる。山脈は、グジャラート州の東部マディアプラデーシュ州との宗教付近から流帰して当然し、ガンジス川流域のミルザプール付近で消滅する。サトプラ山脈は、インド中部にある低山帯である。グジャラート州東部のアラビア海岸地方から、マハーラーシュトラ州、マディアプラデーシュ州を横断して、 チャッティスガル州で終わる。総延長は約900キロメートル、標高1000メートルを超える峰は多数ある。北を流れるナルマダ川と南を流れるタプティ川が縁取る山域は細長い三角形をしている。この山脈と北側のビンディア山脈は並走しており、東西に走る。この二つの山脈が北のヒンドースターン平野と南のデカン高原の境界になっている。 ナルマダ川は、サトプラ山脈と、ビンディア山脈に挟まれた、最深部を流れ、サトプラ山脈の北斜面を洗い流して、西のアラビア海へと注ぎ込む。アラーバリー山脈は、インド西部のラージャスターン州を、北東から南西に横断し、総延長は、約500キロメートルである。デリー近くのハリアーナー州が北東端となりこの辺で、山脈は、 途切れて低い独立峰や岩漁になる。最高峰は山脈のほぼ南西端で、グジャラート州との宗教付近にあるアブー山である。この山脈は、アラバリデリー造山ー運動と呼ばれる、先カンブリア時代の地殻変動で生じたインド最古の山脈である。北西側のマルワルセグメントと、南東側のブンデルカンドセグメントという、 戦士時代のセグメント二つがこの山脈で結合して、インド豪海を形成する。インドにある山脈、高原、丘陵にシガーツ山脈は、デカン高原の声援に沿い、海岸線をわずかに残して高原地帯とアラビア海の、境界をなす。グジャラート州とマハーラーシュトラ州の宗教に近いタプティ、川の左岸がこの山脈の北端であり、マハーラーシュトラ州、ゴア州、 カルナータカ州、ケーララ州、タミルナード州を南下して、インド半島の最南端に達する。総延長は約1 6 0 0トルである。平均標高は約1 0 0 0ルで、ケーララ州のカルダモン丘陵にあるアナイムディアマが最高峰である。この山脈はアラビア海とベンガル湾へ流入する河川を分ける分水海である。東ガーツ山脈は、 インド南部にあり、ゴーダーバリ川、マハーナディ川、クリッシュナ川、カベリ川という4つの河川によって寸断され、不連続である。この山脈は、北は、西ベンガル州から、オリッサ州、アーンドラプラデーシュ州を経て、南は、タミルナード州まで、ベンガル湾の海岸線に沿って連なる。西が発山脈ほど標高は、高くないが、1000メートルを超える峰は、複数ある。 西ガーツ山脈と東ガーツ山脈は、タミル・ナード州のニルギリ丘陵で合流する。ヒンドースターン平野ヒンドースターン平野は、インダス川、ガンジス川、ブラフマプトラ川の山水系が生んだ広大な、中石地である。それぞれヒンドゥークシュ山脈やヒマラヤ山脈に平行に、流れ、西は、ジャンムーカシミール州、東は、アッサム州を源流にして、パンジャーブ州。 ハリアーナー州、ラージャスターン州の一部、ウッタルプラデーシュ州、ビハール州、ジャールカンド州、西ベンガル州を貫流する。この平野の面積は、約70万平方キロメートルで、幅は数百キロメートルである。この水系を構成する主要河川は、ガンジス川、インダス川とその支流、ビアス川、ヤムナー川、ゴマティ川、ラービー川、チャンバル川、 サトレジ川、ジェナブ川である。この大平野を4地域に分割することもある。ヒンドゥスタンベルトは、多数の河川が運ぶシルトが堆積した、世界で最も広大な中石平野である。平野は平坦で樹木が少なく、運河による考えが容易である。この地域は、地下水も豊富である。この平野は、世界で最も集約的に農業が行われる地域である。 主要作物は米や小麦で輪作を行う。その他トウモロコシ、砂糖キビ、綿花の栽培も多い。またこの平野は世界で最も人口密度が高い地域にランクされる。ラージャスターンにあるジャイサルメールはタール砂漠の中心に位置する。タール砂漠は大インド砂漠とも呼ばれ、インド西部にある熱砂漠である。パンジャーブ州、ハリアーナー州、 ラージャスターン州、グジャラート州の4州にまたがり、総面積は約208,110平方キロメートルである。このうち61%はラージャスターン州にある。砂漠は国境を越えてパキスタンまで続き、チョリスタン砂漠と呼ばれる。砂漠は最西端の一部地域では砂の砂漠だが、残りの地域では岩だらけである。タール砂漠の成り立ちは、 よくわかっていない。ある地質学者は砂漠の歴史を4000年から1万年と見積もっているが、別のものはこの地域の不毛化はもっと昔に遡るという。この地域の温度差は極端で夏は摂氏45度以上、冬は氷点下になる。年間降雨量は最西端で1 2 0ト、mm、ル、東部で3 7 5ト、mm、ルである。降雨の少なさが目立つが、 この一帯はそもそも、ベンガル湾のモンスーンの通り道ではない。アラビア海からの南西風もアラーバリー山脈に遮られて砂漠に降雨をもたらさない。不毛な地域の土壌は、砂地下、ローム室である。その高度や深度は地形によって様々である。低地のローム層は、比重が大きく、粘土、炭酸カルシウム、石膏などからなる交番があろう。 人口密度が低いためインドの他地域と比べると、人口が与える環境への影響は少ない。中央高地は、西部のマールワ高原、南部のデカン高原、東方ジャールカンド州一帯のチョーター、ナーグープル高原の3高原で構成される。デカン高原の衛星写真デカン高原は、大きな三角形をしており、北辺は、ビンディア山脈。 東西端はそれぞれ東がアーツ山脈、西がアーツ山脈である。総面積は190万平方キロメートル、ほぼ平坦で標高は300メートルから600メートルである。デカンの名称は、サンスクリット語で、南を意味する、読者名に由来する。高原は、西から東に緩く傾斜しており、ゴーダーバリ川、クリッシュナ川、カベリ川、ナルマダ川などの河川がある。 この高原は、両側ツ山脈の風下になるため半乾燥地帯で、ある。植生は一部に落葉紅葉樹林があるが、ほぼ全域を新葉帝木林が覆う。夏の気候は暑く冬は暖かい。チョーターナーグプル高原は、インド東部の高原で、ジャールカンド州のほぼ全域とオリッサ州、ビハール州、チャッティースガル州の一部にまたがる。 チョーター・ナーグプル高原の総面積は約6万5千平方キロメートルであるが、これを地域別に、ラーンチー・ハザーリーバグ・コーダルマーという3高原に細分化する。このうちラーンチー高原は最も広く、平均海抜は700メートルほどである。ほぼ全域がチョーター・ナーグプル乾燥落葉樹林という森林に覆われている。この高原は各種鉱物や、 石炭の埋蔵量が多い。大インド半島に次いで大きな半島は、グジャラート州のカティアワール半島である。東海岸平野は東側ツ山脈とベンガル湾に挟まれた細長い平野で、南はタミルナード州から北は西ベンガル州まで広がる。マハーナディ川、ゴーダーバリ川、カベリ川、クリシュナ川などの河川の三角州はこの平野に、 大きな面積を占める。この地域は、モンスーンの北東風と南西風の影響を受けて、雨が多く、年間降雨量は1000ミリメートルから3000ミリメートルで、ある。平野の幅は場所により異なるが100キロメートルから130キロメートルで、ある。平野は次の6地域に分類することができる。マハーナディーデルタ地帯、アーンドラプラデーシュ南部ヒラノ、クリシュナゴーダーバリデルタ地帯、 カーニャクマーリ海岸、コロマンデル海岸、砂浜海岸。インド西海岸にあるゴアの海岸線。西海岸ヒラノは西ガーツ山脈とアラビア海に挟まれた狭い地域である。北はグジャラート州から始まり、マファーラーシュトラ州、ゴア州、カルナータカ州、ケーララ州を縦断する。幅は場所によるが 50km から 100km である。 小河川と小宅が多く氾濫しやすい。西が発三脈を水源地に、アラビア海に流れる河川は、流速が高く、一年を通じて水量が豊富である。河川が急流であるため三角州ではなく、三角港ができやすい。アラビア海に流入する主要河川には、タプティ川、ナルマダ川、マンドビ川、ズワーリ川などがある。この海岸は三地域で名称が違う。 北部マハーラーシュトラ州とゴア州では、コンカン海岸、中部カルナータカ州では、カナラ海岸、南部ケイララ州では、マラバール海岸と呼ばれる。落葉樹が多いことはこの地域の植生の特徴である。マラバール海岸には、マラバール海岸湿潤林という珍しい生態圏がある。インドは、ラッカデーブ諸島とアンダマンニコバール諸島という二島省、領有する。 いずれもインド連邦政府が連邦直轄地として統治する。ラッカデーブ諸島は、ケイララ州の沖合2 0 0トルの3 0 0トルのアラビア海に浮かぶ。12の干渉、3のサンゴ礁、5の小島からなる。このうち10島は友人である。アンダマンニコバル諸島は、北緯6度から14度、統計92度から94度に位置する。 ミャンマーの海岸から近いベンガル湾に572島が点在する。コルカタから1 2 5 5トルミャンマーの首都ヤンゴンから約5 0 0トルであり、至近のミャンマー領の島まで1 9 3トルである。アンダマン諸島は3 5 2トルの範囲に点在する204の軍島である。ニコバル諸島は アンダマン諸島の南に点在する22の島で、総面積は1841平方キロメートルである。最高点はサリアー3で、標高642メートルである。インド最南端のインディラ岬は、このニコバル諸島にあり、インドネシアのスマトラ島まで189キロメートルである。インド半島の海岸に近い島で、主要なものは、 旧ポルトガル領のディーユ島、ムンバイ市街があり、インド最大の人口を要するサーシティ島、ボンベイコー港のエレファンタ島、アーンドラプラデーシュ州のシュリーハリコータサス島がある。アッサム州のマジュリ島は、ブラフマプトラ川に浮かぶ巨大な中スである。インドにおける河川インドの主要河川は次の三分水海を水源地にする。ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、ビンディア山脈、 サトプラ山脈西ガーツ山脈ヒマラヤ水系は、氷河の融解水で年間を通じて水流がある。他のに水系は、モンスーン次第で寒気には、流量が極端に減少する。12の河川を主要河川と分類し、その総流域面積は252万8000平方キロメートル以上になる。ヒマラヤからジャンムーカシミール州を経て、 パキスタンへと流れるのは、インダス川とその支流のビアッス川、ジェナブ川、ラービー川、サトレジ川、ジェラム川である。ガンジスブラフマプトラメガナ水系の流域面積は110万平方キロメートルで、インド最大である。ガンジス川の源流は、ウッタラーカンド州のガンゴトリ氷河で、ヒンドースターン平野を南東へ流れた後、バングラデシュに入る。 ヤムナー川とゴマティ川もヒマラヤ西部に始まり、ヒンドースターン平野でガンジス川に合流する。ガンジス川の別の支流ブラフマプトラ川は、水源地のチベットからインド最東端のアルナーチャル、プラデーシュ州に流入する。その後西に方向を変え、バングラデシュでガンジス川に合流する。ガンジス川のもう一つの支流チャンバル川は、ビンディアサトプラブン水海を水源に、 東へ流れる。この分水海から西に流れるのは、ナルマダ川とタプティ川であり、グジャラート州でアラビア海に流入する。東から西にアラビア海へと流れる河川水系は、インドの河川の総流量の10%である。西がツ山脈は、デカン高原を流れるすべての河川の水源地である。主要河川は、 マハーナディー河口三角州を形成するマハーナディー川、ゴーダーバリー川、クリッシュナ川、カベリ川などで、すべて、ベンガル湾に流入する。その総流量は、インド全域の20%を占める。ベンガル北西部を潤すた、プティ川主要な湾には、グジャラート州の東西にカンバト湾とカッチ湾が、タミルナード州にマンナル湾がある。海峡には、インドとスリランカを隔てる。 ポーク海峡、アンダマン諸島とニコバル諸島を隔てる1 0ー海峡、アラビア海のラッカデイブ諸島とアミンディビ諸島を隔てる9ディグリー海峡がある。岬には、インド半島の最南端、コモリン岬、インド領の最南端、インディラ岬、その他スリランカに近いラームセトゥ、コロマンデル海岸のカベリ川、川口デルタのカリメレ岬がある。アラビア海は、 インド半島の西に、ベンガル湾は、インド半島の東に、インド洋は、インド半島の南にあたる。小規模な海域には、ラッカディブ海やアンダマン海がある。サンゴ礁は、アンダマンニコバル諸島、マンナル湾、ラッカデーブ諸島、カッチ湾の4海域に見られる。主要な湖礁には、オリッサ州にある、インド最大の塩水湖チルカ湖。 アンドラプラデーシュ州のカラルー湖、マニュプル州のロッホタック湖、ジャンムーカシミール州のダル湖、ラージャスターン州のサンブハル湖、ケーララ州のスストハンカタ湖がある。湿地帯は水系と陸系の中間的存在で、地下水位が高く地表がうっすら水に覆われている。海岸線にあっては海波による侵食や土壌流出を防ぐ働きがあるので、熱帯性の暴風雨による。 破滅的被害を和らげる干渉体になる。インドの湿原性体系は冷涼性から乾燥性まで、またジャンムカシミール州のラダック地方からインド半島の高温高湿のものまで幅広く分布している。湿地帯のほとんどは直接、間接に河川と関係がある。1987年には政府湿原保護計画を策定し、71の湿原を 保護対象に指定した。マングローブ林は三角港や消火線、昇宅地など寄水域となるインドの海岸線の至るところで見られる。インドのマングローブ林は総面積 4461km で、世界のマングローブ林の7%を占める。アンダマンニコバル諸島やガンジス河口のスンダルバンデルタ、カッチワン、マハーナディー川、ゴーダーバリ川。 クリシュナ川の河口デルタ地帯をはじめ、マハーラーシュトラ州、カルナータカ州、ケイララ州では広大なマングローブ林が見られる。確認された、湿地帯の多くはその全域、または一部が、保護区や国立公園に指定された。インドとバングラデシュに広がるガンジス川デルタシュンドルボンの河口デルタは、世界最大のマングローブ林である。ガンジス川の河口にあり、バングラデシュから、 インドの西ベンガル州にわたって広がる。バングラデシュ側とインド側でそれぞれ、シュンドルボンとシュンドルボン国立公園として、ユネスコの世界遺産に登録されているが、元は、一続きの密林である。スンダルバンは、長石の水路となる寄水域と、干潟、小島からなるマングローブ林であり、生態系の観察には最適である。この一帯は、 豊かな動物賞で知られる。有名なベンガルトラの他鳥や蛇の種類は多く、バニやシカも生息する。現在ベンガルトラは約400頭、シカは約3万頭が生息すると推計されている。カッチシッチはグジャラート州とシンド州にまたがる大気水小宅である。その名称にあるランはヒンディー語で気水小宅を意味する。 総面積は27,900平方キロメートルである。この一帯はもともとアラビア海底で地殻変動により流気して広大な気水干型になったらしいが、その後徐々にシルトが流入して通年干型は姿を消した。現在、モンスーンの季節には膝の深さほどに水が溢れる、小宅地と化し、モンスーンの季節が終わると乾燥した土壌が現れる。 インドの土壌は、お奇土、黒国土、赤土、ラテライト土、森林度、乾燥砂漠度、アルカリエンド、データ乳気度の8種類に分類される。このうち初めの4種類が、国土の80%を覆う。お奇土はインドで最もふんだんに見られるが、これは、数々の河川が運ぶシルトが再流化したものである。お奇土は肥沃だが、腐食度や窒素が少ない。 この土壌は広く、パンジャーブ地方から、アッサム渓谷に至る、大平野で見られる。国土は、マハーラーシュトラ州、グジャラート州、マディアプラデーシュ州のデカン洪水原部位は自体によく見られる。粘土の含有率が高く保水力に優れる。この特性から、乾燥地農業に敵酒面下や甘ニなどが栽培される。赤土は鉄分を多く含有し、タミルナード州。 カルナータカ高原、アーンドラ高原に見られる。アラーバリー山脈からチョーターナーグプル高原に至る高地帯では赤土がよく見られる。窒素、リン腐食度に乏しい。ラテライトドア、激しい降雨に見舞われる熱帯地方で形成される。激しい降雨が土壌表層の水溶性物質を洗い流すと土壌中の鉄やアルミニウムの水酸化反応が 進行して計算が少ない赤色土壌が出現する。この土壌は西ガーツ山脈地域、東ガーツ山脈地域、北東州の高地など降水量が多い地域に見られる。森林土はヒマラヤ山脈、西ガーツ山脈、東ガーツ山脈など山岳地帯の斜面に見られる。落葉や腐食土などに由来する有機質に富む。ここでは、 茶やコーヒーが栽培される。地理的に広大で、地形も多様であるためインドの気候を一般化することは、できない。欠片の気候区分によれば、インドは6つの気候区分で分割される。西部の乾燥砂漠気候、北部の鉱山性、ツンドラ氷河気候、さらに南西部や東初部のウリンを寛容する、湿潤熱帯気候まで幅広い。各地にそれぞれ局地的気候がある。 国家的単位では次のような四季がある。冬、夏、モンスーン、モンスーン明け。モンスーン以外の季節を寒気と見ることもできる。インドの地理や地質は気候に大きく影響しているが、これは北のヒマラヤ山脈や北西のタール砂漠に顕著に見られる。玄関期に中央アジアから南下する季節風はヒマラヤ山脈に遮られ、北、 インドに吹き下ろす頃には暖まり冬の寒さは厳しくない。夏には同じ事情でインドは暑くなる。北海域線がインドの中央部を通過するが気候的には国全体が熱帯地方と見るものもある。インド各地の平均気温インドのほぼ全域で3月から5月は夏になる。内陸では日中の最高気温が摂氏40度を超える。海岸部では 摂氏30度を超えて湿度が高い。タール砂漠では気温が摂氏45度を超える。夏に続いて南西モンスーンがインドのほぼ全域に雨を降らせる。雨雲はタール砂漠にできる低気圧がもたらす。ケララ海岸を季節風が渡る時がモンスーン入りとされ例年6月1日頃になる。南西モンスーンは ベンガル湾風とアラビア海風の二つに分類される。ベンガル湾風は北上すると6月上旬頃にはインド北東部に吹き始める。そしてデリーが雨季に入るのは例年6月29日頃である。アラビア海風が北上すると西側ツ山脈の西側斜面に大量の雨を降らせる。7月上旬にはインドのほぼ全域が雨季に入る。北。 インドでは8月、ケーララ州では10月には、モンスーンは終了する。モンスーン後の短い期間は、穏やかな天気が続く。北部では11月に冬が始まる。冬は北、インドでは11月、南インドでは12月下旬に始まる。インド半島の冬は、日中暖かく夜間は涼しい。北行くほど気温は下がる。平野の一部では、氷点下になることがある。 この時期北、インドでは、霧がかかりやすい。インドのこれまでの最高気温は1955年に、ラージャスターン州あるあるで記録された、摂氏50.6度である。最低気温は、カシミル州で記録された摂氏45度である。近年オリッサ州で計測されたという摂氏55度は、インドの気象当局により、疑問が呈されている。 インドの地質学的区分更新を以降に形成、第3期に形成、中世代白亜紀末から、新世代第3期初期に及ぶデカントラップ、サキカンブリア大を、おもとし一部が二条期と三条期に由来する、ゴンドワナ地域と、ビンドヤ山地、サキカンブリア大に形成ヒマラヤ山脈は、インドオーストラリアプレートの一部というラシアプレートが、衝突した結果生じたものである。 この衝突は現在も進行中で山脈は毎年1センチメートル流起し続けている。インドには地質学的年代の前時代にわたる地層が見られるが大部分の基盤となるのは25億年前にできたヘンマ魔岩とか黄岩でこの時はパンゲアの一部としてアフリカ大陸にあった。1億6000万年前のジュラ機にパンゲアの分裂で ゴンドワナ大陸が生じ、1億2500万年前の白秋に、インドア大陸がマダガスカルと共に分裂、9000万年前にさらに、マダガスカルから分裂し北上移動をはじめ、1000万年前には、ほぼ現在位置に達したとプレートテクトニクスは推定する。インドの地質を、形成年代によって分類すると、以下のようになる。 先カンブリア時代のクダッパビンディア系地層の形成は東部、南部州に広く見られる。この時代の地層は西部、中央州にもわずかに見られる。古生代のカンブリア紀、オルドビス機、シルル紀、デボン紀に形成された地層はジャンムカシミール州やヒマチャルプラデーシュ州のヒマラヤ山が見西部に見られる。石炭紀、ペルム紀及び中生代三畳紀。 ジュラキの地層はヒマラヤ山が宮西部で見られる。ジュラ系地層はラージャスターン州でも見られる。デカントラップはデカン高原で総面積50万平方キロメートルを占める溶岩台地で中世代白亜紀以後の火山活動と地下運動により形成された。トラップの土壌は黒色で濃厚に適している。新世代第三期の地層は マニュプール州とナガランド州の一部とアルナーチャル、プラデーシュ州のヒマラヤベルト地帯で見ることができる。白亜系は、インド中部のビンディア山脈とヒンドースターン平野の一部で、見られる。このゴンドワナ系地層は、ビンディア山脈とサトプラ山脈に挟まれたナルマダ、川流域でも見られる。シ,シンヨの地層は、ヒマラヤ山が脈西部とアッサム州で見られる。全ミヨの地層は、 グジャラート州のカッチ地方とアッサム州で見られる。コーシミオの地層はインド中央部で見られる。鉱物資源に恵まれ活端、鉄鉱石、マグネシウム、ボーキサイトが豊富である。アンダマンニコバル諸島はこの時代の火山活動で形成されたと考えられている。インドは天然資源に恵まれている。国土の56%が工作可能であるほか、地下資源も 石炭、鉄鉱石、マンガンキララ、ボーキサイト、チタン鉱石、クロム、天然ガス、ダイヤモンド、石油、石灰石などがある。ケイララ州の海岸沿いにはトリウム鉱脈があるが、採算ベースに見合う世界のトリウム資源の24%を埋蔵する。石油はマハーラーシュトラ州とグジャラート州の沖合で生産されており、 ラージャスターン州とアッサム州で油田が確認されているが国内需要の40%を満たすのみである。アーンドラプラデーシュ州の沖合では天然ガス田が相次いで発見されている。アーンドラプラデーシュ州にはウラン鉱がカルナータカ州には近郊がある。インドにおける自然災害インドでは自然災害により多くの人命と財産が失われてきた。 干ばつ突発的洪水、サイクロンがけ崩れ、集中豪雨による土砂崩れ、豪雪が脅威である。これ以外には夏に頻発する砂塵嵐があるが、これは北部で発生して南部まで移動しながら、乾燥地方の砂塵を大量に撒き散らし、北、インドを中心に深刻な被害を与える。あられもインド各地で発生し、 収穫前の米や小麦に深刻な打撃となる。消費マラヤでは地滑りが多発する。この地域の産業は地質が新しく不安定であるため地滑りしやすい。西ーツ山脈の一部地域でも地滑りが多発する。カシミール州、ヒマチャルプラデーシュ州、シッキム州では崖崩れが発生しやすい。洪水はインドで最もよく知られた。 自然災害である。モンスーンの南西風が大量の雨をもたらし、ブラフマプトラ川や他の河川が急激に増水しては、頻繁に流域に溢れ出し、付近一帯を水没させる。洪水は、天然の灌漑と土壌の肥沃化を言う音景を、もたらすが、千を超える生命と、数百万人の住居を奪う一面もある。 季節外れの豪雨も災害を起こし農作物に被害を与える。洪水はインドのほぼ全域で発生し、インド中央部では鉄砲水や集中豪雨などがここ数十年間で増加傾向にあるが、これは偶然にも気温の上昇と気を一にしている。一方程よい雨を降らせる気圧配置の頻度は低下しており、平均年間降水量にはあまり変化がない。 赤道低圧帯で発生するサイクロンは海岸地方に大きな被害をもたらす。サイクロンの大雨、高潮、強風により被災地はしばしば孤立し、救援や補給を絶たれる。北、インド洋では4月から12月がサイクロンの季節で5月から11月にかけて活動が活発化する。例年、風速時速6 3トル以上のサイクロンが 約8個発生し、うち約2個が、風速時速 117km 以上の強いサイクロンに発達する。毎年のように勢力の強いサイクロンが発生するが、被害や死亡者数では1999年10月29日に、オリッサ州を襲った超大型のサイクロンは20世紀末の四半世紀で最悪のものである。インドの農業は、 農業用水をモンスーンに大きく依存している。インドの一部地域では、モンスーンの異常で水が不足すると、穀物収穫量が平年を下回る。マハーラーシュトラ州の南部と、東部、カルナータカ州北部、アーンドラプラデーシュ州、オリッサ州、グジャラート州、ラージャスターン州など干ばつが頻発する地域では、収量減少もしばしば起きる。過去に、干ばつは、 周期的に起こりたびたびインドは大規模飢饉に襲われた。1770年のベンガル飢饉では、干ばつ地帯の人口の3分の1、1876年から1877年飢饉では500万人、以上、1899年の飢饉で450万人、以上、1943年のベンガル飢饉では500万人以上が、 飢餓とこれに起因する病気で死亡した。インドの地震多発地帯を調査した結果、地球表面のプレート運動がヒマラヤベルトや北東インドで毎年のように発生する地震の原因であることが分かった。インドの気象当局は、インド全域を地震の危険度別に分類し、この地域を最も危険度が高いダイブイ地域に分類した。また、 グジャラート州のカッチ地方やマハーラーシュトラ州のコイナ付近を危険度が高い大砲地域に分類した。その他の地域の地震発生の危険度は、泣かない指定程度である。2004年のスマトラ沖地震による津波は、アンダマンにコバル諸島とインド東海岸を襲い、推計1万人の死者を出した。火山はすべてアンダーマン諸島にある。カツ火山は、 バレン島に一つあり、2005年5月に噴火した。その他、ナルコンダム山という旧火山、バラタン等の泥火山がある。ありがとうございます。